ナリーグドジャース3、2レッツ、2024年5月19日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、29、は19日、日本時間20日、本拠ドジャースタジアムでのレッズ戦に、2番 DH で先発出場。第4打席に1塁へ内野ンダを放って2試合ぶりの安打をマークすると、延長10回に移籍後初のサヨナラ打を放った。 4打数2安打で打率353。前日に6ケサで打率トップに立っていたブルワーズのウィリアム・コントレラス保守26はこの日のアストロズ戦は5打数無安打で打率341に落とし、大谷がトップに返り咲いた。チームは今季2度目のサヨナラ勝ちで2カード連続勝ち越しを決めた。最大の見せ場は2-2で迎えたタイブレークの延長10回だった。 西一二塁で大谷、カウント1から2から内角速球を引っ張ると、打球は右翼戦で弾み、本拠ファンが大熱狂の移籍後初のサヨナラだとなった。大谷はベンチから飛び出てきたナインからウォーターシャワーで祝福され、満面の笑みを浮かべた。大谷のサヨナラだは自身4年ぶり2度目となった。大谷の一問一答は以下の通り、今週末はボブルヘッドで、 大谷翔平の非制定とスペシャルな感じがしますか特別な週末だった。ボブルヘッドデーは打てなかったので、それ以降しっかり打ちたいなと思っていたので今日はいい形で打ててよかったと思います。最後の打席特別な対策は長打ではなくて、短打をしっかり打つスタイルのバッティングだった。いい結果になってよかったと思います。決して簡単な球ではなかったと思うが、 綺麗にあそこに運べたのは、初級もいい球でしたけど、そこは見送ってよかったと打席の中で思っていた。その前のスライダーだったり、そこら辺の厳しいボールをファウルにできていたところが結果的にいい結果につながったのかなと思います。頭は冷静だった。ゾーンの確認だけしないといけないので、前打席どういう状況でもそれだけは徹底しないといけないですし、 それができていればいい結果につながるかなと思います。タイブレークで8番から始まる打順だったが、自分に回ってくるイメージは、僕の前で終わるならそれはそれでいいことなのでそれでいいと思っていました。回ってきたので自分の仕事、自分のバッティングをしたいと思っていました。今季、打率を残せていることについては、どの打席も基本的なことは変わらないですけど、 ボール球を振らずにストライクを振っていく作業自体は変わらない。その状況、状況に合ったバッティングがあると思うので、その状況に合ったバッティングができれば必然的に率も残ってくるかなと思います。